はいえー、それでは GPX データを、えー、携帯に取り入れて地図を、えー、と活用する方法ですね。えー、今から、えー、2パターンをお伝えしたいと思うんですけども、まずは、えー、とヤマレコアプリの方ですね、えー、っとをダウンロードして、えー、入れる方法をお伝えしたいと思います。まずですね、えー、っとこのヤマレコっていうこのアプリを、えー、っと携帯にダウンロードしてください。 で、その後にジ,ジオグラフィカっていう、ここにある、このジオグラフィカっていうのも説明したいと思います。まず、ヤマレコですね。えー、っと、最初、えー、こういったページでですね、自分の、えー、アカウントを作成する必要があります。これは僕のアカウントになっているんですけども、えー、まあ適当に登録していただいて、えー、と、こういった画面になると思います。で、えー、っと、これをダウンロードできたらですね、えー と、アプリの方から、あー、ごめんなさい、アプリっていうか、その、えー、インターネットでですね、タンバ100のホームページの方を開いていただいてですね、えー、っと、下の方にちょっとスクロールしていくと、えー、こういったコースの GPX データが貼り付けてあります。50キロも100マイルも両方貼り付けてありますけども、今回は100マイルでいきたいと思います。えー、っと、 こちら、ヤマレコアプリの場合はこちらからダウンロードします。ただ、ヤマレコがですね、1ヶ月は無料で使用できるんですけども、それ以降が有料会員でないとアプリを使用できない形式に9月の21日からですね、変わっているので、有料会員になりたくない方はですね、 この後で説明するジョグラフィカの方を使っていただくといいと思うんですけども、えー、ヤマレコアプリは、えっとまあ、この後見せますけども地図で線を、えー、人が通った後は、ねえー、とヒートマップで線が出たりするんで、えー、GPX データで、えー、と微妙にずれてる視点とかも登山,の跡登山者の軌跡とかが見れるので、えー、そういった意味では、えー、とヤマレコアプリが非常に便利ですね、えー、まずヤマレコこちら、えー、ダウンロードのこのリンクを押します 押すと、えマ、ー、ラまらかアプリダウンロードしてると、こういう画面に行くので、こちらで、えー、この地図とルートをダウンロードっていうのを、えー、押します。で、ダウンロード。で、えー、ダウンロードされます。で、ダウンロードすると、えー、と、iPhone、まあ、形式によって微妙に変わると思うんですけど、iPhone の場合はこちらですね、ここから、えー、ここをクリックしていただいて、あれ、よいしょ。そうすると、このトラックっていうのが出てくるんですね。これ今ちょっとジョグラフィックの仕様になってますけど、これを押してですね、で、 この画面から、この右上の共有マークですね。こちらで、えー、っとごめんなさいね、えーっとえー。選択する画面になるんで、ヤマレコから開かないといけないので、ヤマレコアプリ、これですね。こちら、ヤマレコから開きますと。ですると、こういったダウンロードする画面になります。で、よいしょ。こちらで、えー、この地図とルートをダウンロードということで、ダウンロードします。すると、 ダウンロードが始まりまりすちょっとね、えー、とダウンロードするまでに容量が大きいのでかなり時間がかかると思うんですけどもこのままダウンロードするのをずっと、えー、待ってお、えー、く必要がありますね、まあ、回線のいいところで使用していただく方がいいかなとあ,あとは容量に限りがある方は、えー、Wi-Fi の環境の中でダウンロードしていただくことをお勧めしますちょっとこのまま待ちますねはいま、えー、もなくダウンロードできますねこれでダウンロード されました。はい。で、えー、地図のダウンロードということで完了しました。で、OK をします。えー、するとですね、これでえっ、ー、と携帯の中、このアプリの中に地図がダウンロードされてますので、このえー、最初開けたサイトが閉じて大丈夫です。そうするとですね、ここに、えー、今ダウンロードした これ参考記録出てきます。出てきますね。タンバ100アドベンチャートレイルっていうのがここに入っているので、これをえと開けていくんですけども、この登山開始、えっと、こういろんなホーム画面といろいろあるんですけども、この登山開始っていうところを押してもらって、で、今のダウンロードしたこいつを参考記録、これを登山開始、地図を見るっていうのがあるんで、まず地図を見るを押します。すると、こう地図データがえーこういったが地図上で見れますね。 えーっと、よいしょ。ちょっと、こういう感じで、ズーム、ズームにしたり、こう、えー、広げたりっていうことができますね。で、このヒートマップ、えー、これがヒートマップっていうのは、このオレンジの線のことなんですけど、これは人がたくさん通った跡がある証拠になります。よいしょ。ちょっとごめんなさい、通知が。で、えー、っとー、 そうですね、うん、例えばですけどここがね微妙に GPX データがずれてる地点なんですけどあ修正したかえー、っとこう微妙にずれてるとこがあるんですよねこうずれてるところを、えー、こここの辺とかだとここの GPX データとこっち通ってるんですけど微妙に登山者が前に通った後っていうのはこっちにあってあの微妙に、えー、道がえー、っとわかりにくい地点とかもある えー、わ分かりにくい地点とかでこう山根湖だとこの線に沿って、まあ、登山道が、まあ、あるっていうことが分かるっていうのがトインでポイントですねはい、えー、そんな感じでえっ、ー、と,、えー、とごめんなさい、ね、通知がちょっと来てるんですけど、えー、そんな感じでこう使えるって感じで,すで、えー、と現在地ここにあるんでこれで現在地ってボタンを押すと今僕の今現在地これ出てますけどこのコース上からすぐ近くなんですけどこれ現在地っていうのは出てきます で、こうやって使えますね。で、まあ、これ、登山開始ってするとですね、し,します登山開始ってすると、OK を押してえ、実に登山が開始されると、しま,しまあスタートましたら、現在の時刻は18時4 9分ですうううナビゲーションを勝手にしてくれたりしますがで、現在地を押すと自分の位置、こういうふうに矢印でえ、向きもこうやって向けると、はい、変わりますね。こういうふうに向きもきっちり出て、え非常に見やすいかなと。 という感じです。で、えー、っと、おすすめというか、まあ、設定にいろんな機能があるんですけど、アプリ設定っていうところで、このルート、えー、逸脱警告っていうのをオンにしておくとですね、200メートル以内ぐらいでですね、ルート外れたときに、予定ルートから外れているようですっていうのをね、警告してくれます。えー、そういった機能をまあ使いたい方はオンにしていただいて、僕はちょっといろんなルートからあのぶち当たるので、 え、普段はオフにしてます。まあ、えっ、ー、と、ナビゲーションが必要な、えー、レースとかだとオンにした状態で行くこともよくあります。えっ、ー、と、東海出演ほどの FKT とかも、えー、オンにして、えー、よく利用してましたっていう形で、まあ、そういった感じで山猫、えー、ア,アプリ使える非常に便利な、えー、よいしょ、あれ。はい、便利なツールなんですけど、はい、えっ、ー、と、ただこれが本当に有料になってしまったので、 えとまあ、使える方はね、これ、僕は一番おすすめしてるんですけど、使っていただいたらいいんですけど、えー、ともう一個の、えー、とジオグラフィカっていう方が、えー、無料なので、まあ、そちらを使う方が多いかなというふうには思います。で、次、ジオグラフィカいきますね。えー と、こちらの、この、これがジオグラフィカ。カタカナで、えー、アプリストアで検索しても出てくると思います。で、まあ、このスーパー地形っていうのもね、えー、結構いいアプリなんですけども、まあ、こっちらも、えっ、ー、と、確か、えー、有料になってますんで、えー、っと、ジオグラフィカの方で次説明していきたいと思います。はい。えー、っと、はい。で、ジオグラフィカも、えー、っと、えー、ダウンロードすると確かいろいろ情報をね、えー、っと、アプリ の使用中に位置情報許可しますかとかいろいろ出てくると思うんですけども、まあ、基本中、えー、基本的にはその使用中はえと位置情報強化とかにしないと、まあ、うまく使えないと思うので、まあ、その辺は各自で設定してください。で、まあこういったえアプリの画面になります。で、えっ、ー、と、先ほどのダウンロードしたもう一度ですね、同じようにですね、えっ、ー、と、ホームページの方からですね、ごめんなさいね。よいしょ。えー、っと、よいしょ。ホームページの方から これですね。ダウンロードしていただくんですけども、この100マイルの GPX データ、こちらがですね、えっと、ヤマレコ仕様、どちらかというとヤマレコの方から飛ぶようになってまして、他の GPX データ、えっと、ジオグラフィカとかに入れるときは、こちらの GPX データはこちらからっていうダウンロードの、このオレンジのボタンを押してもらう方がスムーズに飛ぶかなと思います。で、こちらを押していただくと、くかな、はい。はい、こういった画面になりまして、ここからダウンロードされて、 えー、していく感じになりますサポートされていない形式ですなんですけど大丈夫です。これで、こっちの右上の、えー、ボタンですね、を押してですね、これで、えー、アプリで開くを押していただくと、えー、ダウンロードしていますというふうに出ます。で アプリ何で開きますかっていう風になるんで、この辺はちょっとね、あの、携帯の機種によって微妙に変わるんですけど、えジオグラフィカ、こちらにあるんで、ない場合はこのその他ってとこから見ていくと、開けるアプリが出てくるで、ジオグラフィカ選んでもらっても大丈夫なんですけど、えー、ここ、ジオグラフィカから開きますと。そうすると、えー、トラック GPX を読み込みます。ポイント数が多い場合に、えー、処理に時間かかりますと出てくるんで、これは、はいを押します。えー、すると、えっ、ー、と、ダウンロードが、えー、されている状態です、今。はい。 えー、ちょっと待ちましょうか。えー、しばらくすると、えー、メニュー、ファイル、トラックに保存しましたっていうのがね、えっ、ー、とー、直ちに表示しますかっていうふうに出てくるので、これをはいを押しましょう。押すと、えー、おいはい、えー、こういった形で、えー、出てくるんで、これはちょっと関係ないんで消しますね。 まあ操作はね、ちょっと慣れてもらわないといけないかもしれないですけど、そうするとダウンロードしたのが、こういった同じようにね、ヒートマップ上線で出てきます。で、今僕ちょっと地図をいじってるのであれなんですけど、基本のデフォルトの状態だと、この地図が、おそらく、えっと、標準地図。あ、ごめんなさい、これじゃない、これかな。標準地図っていう状態で、かつ、え、オーバーリーだったっけな。あ、これですね。ここが、 おそらく、えー、これがデフォルトの状態なんじゃないかな。というふうに思います。おそらくこれがデフォルト。あ、これじゃないか。ごめんなさいね。えー、オーバーレイ。これでちょっといろいろね、えー、色を変えれるんですよね。で、識別標高図っていう。確かこれがデフォルトかな。ジオグラフィカだと。えー、まあ、こういった、えー、地図をね、まあ、表示の仕方をいろいろ変えれるんですけど、まあ、これは触っていただくとわかると思うんですけど、あのー、こういったいろいろね、 え見方、えー、地図の見方変えれます。この、えー、っと、僕が今、えー、使ってる、えーえー、赤色立体地図っていうのはですね、尾根の状態とかがよくわかるんですよねで。僕はよくコースを作るときはこれを、えー、見てですね、尾根沿いがどこにあるかとかを見ながら行ったりするんですけど、えー、っと、まあ、それは今回はまあ,あまり必要ないので、えー、基本、この、えー、ごめんなさい、オーバーレイの、えー、っと、デフォルトがどれなのかなこれかな どっちかだと思うんですけど、はいまあ、とりあえず、えー、とこういう状態で、えー、表示されますという感じですね。はい、で、えーっと、これで GPX データが取り込まれました。で、えー、っと現在地っていうのがです、ね、ちゃんとこういうふうに出るんですね。で、ここから、えー、この線の上を通っていると地図が正しく地図上に載っているということで、えー、GPX データをこのように利用します、まあ。ちょっと使っていただくと慣れると思うんですけど、あとは いろいろツールで、えーまあ、作成したりとか、この辺はいらないんですけど、基本的に地図の、えー、単色地図とかですね、こ,この、えーまあ、航空写真とかにすると、ちょっとこう上から写真、こういう実際とか見えたりとか、まあ、この辺はいろいろ標準地図にとりあえずしてきます使えます。で、オーバーレイはさっき言ったみたいに、まあ、こ,の辺この辺とかにすると。 ちょっとこう危ない地域かけ雪あのえー、っと雪崩の傾斜とかねそういうのが出たりとかまあこの辺は結構ジオグラフィックいろいろ豊富なんですけどもまあこういった形で地図上にちゃんと自分が乗っているかどうかを確認できるので、えー、スタートからまあここからスタートしますけど自分がちゃんと向いているかどうかこれ一応これもコンパスもここに乗ってますけどえー、っとこういうふうに携帯を向けると位置を向けるとちゃんと曲がってくれますんで えー、自分の位置がちゃんと正しい方向かどうか、地図上に載ってるかどうかっていうのをこれで確認できると。なので、まあ、ロストとか下かなとか、道が怪しいなっていう時は、これを携帯で確認して進んでいただくっていうことが、まあ、最低限、えー、必要な、えー、ことかなと思っております。で、まあ、これはね、普段からあの使っていただく方がいいと思いますし、これをね、えーと、使えると、まあ、えっ、ー、と、地図をね、自分で、 走ってる時とか、山に入ってる時も自分で地図を見て、えー、ここだ、ここから降りれそうだなとか、ここに道があるなとかいうこともわかるので、えー、っとね、活用していただければいいかなと思います。一応大会ではこれが、えー、っと、筆形というかですね、えー ま、必須というか必ず使えないと、ま、出場させられませんというような規定にしてますんで、ま、アプリはね、あの、今こうやって説明させていただいて、誰でもダウンロードして簡単に使えると思うので、活用できるようにしてみてください。ご自身でもね、あの、ぜひ山の中で一回使ってみていただけるといいかなと思います。えということで、山レコアプリとジューグラフィカのアプリの説明でした。えーと、ま、ザクッと説明だけをさせていただいたんですけど、ま、こういった形で使って、使えるようにして、ぜひ皆さん、 参加いただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。以上説明でした。GPX データ、GPX データの取り込み、えっ、ー、と地図のまあ、使い方の簡単な説明でした。それでは皆さん大会でお会いしましょう。